リオデジャネイロ五輪シンクロチームフリールーティン決勝、2016年8月19日。シンクロのチームフリールーティン FR 決勝が行われ、日本、乾、三井、箱山、吉田、中巻、小畑、中村、丸もは 95.4333 点で、18日のテクニカルルーティン TR93.7723 点との合計点で 189.2056 点となり、銅メダルを獲得。同種目では、04年アテネ五輪以来となる3大会ぶりのメダルとなった。ロシアが合計 196.1439 で金、中国が 192.9841 で銀メダル。日本が演じた FR のテーマはアマテラス大御神。井村雅代監督によると、繁栄の幕開けを意味する演技だった。18日の TR では4位のウクライナに 0.331 点差をつける好発進。だが井村監督はTR で勝ったからといって全然勝ったことにならない、明日決着をつけると選手たちにさらなる奮起を求め、教え子たちが見事に期待に応えた。ライバル国に勝つためにストイックな練習を重ねた。倒立時に8人のつま先のラインがより高い位置で合うよう特に多くの時間を割いた。最も身長が高い1m76の箱山の太ももに目印の白いテープを貼り、その箱山基準をもとに他のメンバーも太ももに白いテープを貼り反復練習。足の長いウクライナらライバル勢との差を埋め、足技が連続する見せ場の得点アップにつなげた。デュエットで乾と三井が獲得したメダルを見たチームのメンバーは手に取っても首にはかけず、絶対自分でってかけると言って試合に集中。有言実行のメダル獲得になった。